会話をしてる時にやっぱり目がこう座るの、顔が壊れちゃう。実際に壊れてみるとなかなかしんどいよ。こんにちは、美容整形ちゃんです。今日はリゾナスの山口先生とついにコラボさせていただきます、はい、ありがとうございます。今日のテーマとしては実際に上がったので診察をしていくっていう感じで、派手な感じにならないかもしれませんけども、純粋にこのお顔の形とかいうのをですね診察していきたいと思います、うん。まず今の美容整形ちゃんのお顔でご自身で何かこれ気になっているところある？まぶたの上に脂肪移植をしてそれがちょっと重たくなっているのか気になっているのと、うん、笑った時とかにここのカーブが気になっていてちょっと前に出てるっていうか、これは私ぐらいだったら矯正で下げることもできるし、でも私が求めてるものだったらルフォーした方がいいとも言われたし、でも好みですって言われたんですよ。今の顔が好きっていう人もいると思うし、した後の方が好きっていう人もいると思うし、あとは自分自身の満足度。あとは山口先生から見た私の採点とこれからを知りたい。そもそも僕が採点するとかはなくて、大体みんな100点というか、街行く人を突然捕まえてあなた何点ですよみたいなっていうのはやっぱ言わなくて、基本的に自分の中で心地いいかどうかっていうのが全てだと思うんですよ。形態的に美しい形とかっていうのは当然存在はしてるし、バランスがいいなっていうのも存在はしてるんだけど、その状況って時間とともにどんどん変わってってしまうので、はい、ある一点の美しさだけを求めていくと、その一瞬到達した時は幸せな感覚はあるんだけど、その後結構不幸で永遠に失われていく感覚にとらわれるんで、今ある自分の中でのこう武器というか好きなところっていうのを中心に邪魔してる部分をこう排除していくっていうような考え方が僕がよく使ってる考え方なんだけど、鼻の下の突出っておっしゃってるんだけど、それがちょっとへこんだ顔っていうのにまあいいと今思ってると思うけど、それを得るために全然自分の今の顔と違う顔になるっていうのはありなの。でもさ、自分の今の顔よりもバージョンアップさせたいんだっていう考えなのか、ただ気になる部分が気にならなくなればいいなっていうくらいですね。で、あとはもともとすごい気にしたけど、口元綺麗な人とか見た時にあこういう口いいなって思うぐらいで、すごく毎日気になる毎日気になるみたいな感じではなくなりました。なんでだろうそれは。いろんな経験してると顔がそっちの毛になっちゃうというか、それが結構心理に近いものがあって、結局自分 の, その集中して見てる期間はむちゃくちゃその問題が気になってると思うけど、結局他のことで忙しくなったら顔がそっちの毛になってるとか、もしくは体がガンになっちゃった瞬間に顔のことよりもガンを何とかしなきゃっていう人も当然存在してるし、ルフォーの手術に関して今の時代で結構簡単に考えすぎてるところがあって、うん、今の話でいくとちょっと気になってるのが減ったらいいなみたいな感覚で多分ルフォーってことがさらっと出ちゃったんだけど、ルフォーをするっていうのは土台の部分が動いちゃうから鼻の形もきっと変わるだろうし、唇の厚さとか大きさも変わるだろうし、当然筋肉を使っても表情も変わるだろうし、いろんな部分がいっぺんに動いちゃう。ここだけ変えるものって存在してないの。ここを変えるために土台が動いちゃうから、それに伴っていろんな部分が変わっちゃうよっていうのが実際のところで、よくだからルフォーをやって埋まっていく人たちっていうのも当然世の中には存在をしていて、その人たちってそもそも手術をする前の段階で本当にやるべきだったのかどうかっていう検討はきちんとされてないことが多くて、患者さん自身も心づもりができてないし、お医者さんもそこを変えたいって言われたからやったんだけどって言って、結果違う部分の問題が起きてるというのがあって、簡単なそのチェックで言うと、口を力抜いてもらって、この状態で言うと歯の目量でまあ2ミリから 2.5 ミリぐらいで、いい手で9ミリぐらい10ミリないぐらい思いっきり歯ぐき出して、これ 11.5 ぐらい。鼻中隔延長を結構ガッツリやったら昔ほど歯ぐきが出なくなる。そうだね、まあ、それも鼻中隔の置き方なんだけど、多分かなり低い位置に土台の軟骨を置いてるので、それに伴って歯が鈍くなってるんだと思う。一般的にはその力抜いた状態での前歯の見える量って2、3ミリが正常って言われてるんだよね。でこれで言うとあなたちょうどその2、3ミリのところに今いるのよ。笑った時に大体7、8ミリ、これで言うと少し9ミリ少し多めには見えてるんだけど、許容範囲、これもどっちかというと筋肉の動きとか、先ほどでもしかすると鼻中隔がない時にはこれが10ミリぐらいあったかもしれないけど、逆に鼻をやったことによって抑制されてる状態。もしこの状態でルフォをしますとかっていう話になると、ルフォって簡単に言うとその短縮ってこう上下に短くする方法と前に出す後ろに下げるっていうのがあるんだけど、上げるにしても下げるにしても前歯の見える量は減るとなると、必然的にこの今力を抜いた状態に見えてる歯の見える量が割とその不思議な状態になってくる。で
その話をすると、今の子たち結構その人中短縮じゃしちゃいいじゃんと、上切ってあげればいいじゃんっていう人がいるんだけど、上が見えにくくなるってことは逆に言うと下が見えやすくなる。なので何が起きるかっていうと、下の歯茎が見えてくる。つけてみるってことですか？そう、年齢とともに基本的に唇の構造っていうのは、このぷくってやった時に膨らんでるこの構造っていうのは骨についてない、空中に浮いてる状態だから、この構造は全体的に伸びていく、下に下がっていく。たるみと一緒。ということは、唇も基本的にはだん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 下に下がっていく。おじいちゃんおばあちゃんの口元よく見てもらうと、大体下の歯がまず見えてて、下の歯茎もだんだん見えていく。で、顎も大体そのない人が多いので、そうすると歯がなくなって、どんどん下についてきて、逆髪になって、おばあちゃんみたいな感じ。両方もなんかやりすぎちゃった人たちっていうのは、結局上は人中を切って、なんとかこの真ん中のとか見せれるようみたいなことしてる人いるけど、結局この丸の構造を上短くしても、こうにしかならなくて、こうはならないんで。ということは、これがこうなって下がこう下がっていくから、こう縦に長いような口になっていて、ここら辺だけがよく見えちゃうみたいな不思議な顔になっていくから、実際それになった時に直すことすごく難しくて、まあ音がいいところで直す方法はあるんだけど、極めて難しい。美容整形ちゃんの場合には、その今例えばこの鼻の下がちょっと出てる感じがするの、まあまず出てないんだけどね、その時点ではこの部分を変えるためにルボをするとかっていうのはもう超ナンセンスで、まあ絶対やめた方がいいんじゃないのっていう感じ。まぶたの上の脂肪っていうのはこれ乗ってる感じ、ここのこと、ここですね。うん、二重が結構がっつり二重にしてて、いわゆるどんな時も二重っていうやつに、どんな時も二重。そうです。本当はまぶたって下向くと消えるんだよね、この二重のラインって。ちょ、見つて、これちょっとつまむよ、この傷をね。これ目開けてみる。この要は目を開ける腱膜を皮膚に直接縫い付けてしまってるから、だからまあ深く入っていく二重になってるんだけど、ずっとこう上向いても下向いても二重で、まあ超不思議な目になってて、開いた時に本来そんなに奥に入らない組織が中に入り込みすぎてるから、これがぽったく見えてるだけであって、まあ要は二重側の問題がまずベースとしてあるんで、まあ、どんな時も二重現象っていうのは長い目で見れば安定はしてるわけよ。不自然なんだけど、かなりしっかりと入るから、タイミングが出てきても中に引き込んでくれるっていうのがあるから、見えとかになりづらい、なりにくい、なりにくい。ただお化粧してないすっぴんの時にはなんか不思議な目の人みたいな感じにやっぱりなっちゃうのがあるから、まあそこをどう取るのかみたいなところあるか。脂肪を入れたことでもちろんそのボリュームが増えたんだと思うけど、まあじゃあ脂肪を取ればいいじゃんとかっていう話でもないかもしれない。そうなんですね。脂肪を取ること考えてました。むしろなんか僕が今気になるのはさ、多分フェイスリフトした後のせいなのか、その病的共同運動って言って、はい、異常運動が出てる、まあ、顔痙攣とかまばたきとか。フェイスリフトこれいつやってるの？フェイスリフト2回やってるんですけど、2014年にここからここを切って、1年ぐらい前にここからここ後ろを切って、それから顎下も切って、全部やってます。派手に剥がすから、もしかするとだからその神経のところが少しくっついちゃうやつがあって、病的共同運動っていうのが少し出ちゃったのかもしれないけどね。前とかはめっちゃありますね。まだ神経って2つあって、感覚の触ってる問題と運動の動きの問題だって、神経の相互も全然違うのね。今言ってるのは運動神経の方。例えば今無意識に話を聞いてる時っていうのはあまり自分で意識してないはずなんだけど、ピク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 動いたり、うん、こっちもこの辺もおかしい。手術をするっていうのは結構いろんなところにこういう害が出る可能性があるから、それは思います。いろんな手術してると、こうやったらこっちに害が出る、こうやったらこっちに害が出るってたっていうのはしょっちゅうあります。そう、しかもそれが蓄積していくから、プラモデルであかんかったら買い直すってわけにいかへんから、まあだんだんとエイジングフェーズになってきてんだよね。26歳までは無敵状態、あの時期っていうのは誰にも何も起きません。本当にそう、あの時期を悩んでる時間に使ってしまうと本当にもったいなくて、逆に26歳までのこのスーパースターの無敵状態を超えた後っていうのは、小さなほころびだけ出して、どん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 その流れがですね、最初は小さなこの小川やったのがですね、だんだん本当にもう最後大河になっていくみたいな、っていうのがまあエイジング風やから、今日より明日は老けていってるわけですよね。どっちかというと美容内科的なそのエイジングをある程度この制限をするとか、もしくはメンテナンスとして表情筋もたくさん使うと筋肉の繊維がだんだん剥がれていくね、繊維と繊維が割れていくね。こうやって若い時には見たことないようなシワがこの辺に入ってきたり、この辺に縦じわが出てきたりとかって多分これから出てくると思うけど、
ど、そういうのをじゃメンテナンスとしてやっぱボトックスを打っといた方がいいよねみたいな話になるし、長い目で見た時に今取るべきこととやらん方がいいことっていうのをこうきちんと分けてやっていかへんと、気がつくとどうしようみたいな状態に。一通りやったやろ？一通りやりました。それが今気がついてどうしようって感じです。今の状態で十分綺麗な状態から世の中で生きていくのには問題はないんだけど、例えば施術って常に良くなる側と合併症で悪くなる可能性っていうのを秘めてるから、どっかでこけてしまった時に今の状態もはるかにこうダウングレードした状態になっちゃうから気をつけないといけない。あと植毛したの？それはい、植毛しました。額が広かったのと、あと額黒手を前ここから入れたんですけど、うん、ハゲてて、はい、ハゲました。何かっていうのはないけどな、思ったの場合は。それパンツとかはもうあんまり気にならなくなって、肌とかたるみとか、うん、ブランチエイジング系は気になりますけど。この辺のプロテが多分ちょっと出てくるんだろうなって気がするけど、あの割と大きなプロテが入ってるから、鼻先とのノッチのところ、この辺がちょっと段差が出てるでしょ。これ新皮色してます。透けてて。何度乗せてもまた透けてくるよ。新皮色は必ず薄くなってしまうので、一時は良くなるんですけど、これプロテーゼですね。割と大きなやつが入ってるから。5.5 ミリですか。うん、そうだね。メンテナンスを多分し続けないと何かは起きてくるっていう感じだね。プロテーゼは人工のものなので、その周りに皮膜っていう袋ができるんですけど、人間の体はその人工のものと相性でいくと必ず外に出したいと考えるから、人工のものを包んでるところで基本的に薄くなっていく。何かの表紙にここにかけてへん。今でも最近出てくる気がします。ずっとついて回るし、とはいえ顔の形よりと綺麗な形になってるから、まあしばしこのまましばしプロテーゼの皮膜石灰化って言って石になってくるね。20年ものとかもうごっつごつなってね、この辺が。なんか最初ちっちゃいここっていうのが見えたんですけどって言いながら、しばらく放っておくと一旦その石灰化の覚悟できると、そこにカルシウムがついていくのでどんどんでかくなってます。ってことは鼻整形でよくメンテナンスってずっと必要ですかって質問あるんですけど、必要っていうことですね。プロテーゼの手術に関してはそうだよね。例えばその自分の軟骨だけで穴を作りましたっていう場合にはメンテナンス一切しない人も、自分の組織はいい意味でも悪い意味でも生きてるので、プロテーゼはいい意味でも悪い意味でも変わらないから、人間の体が変わっていくのにこいつが変わらなくて浮いてくる。それすごい分かります。あの瞬間においては似合ってるんやけど、これが例えばここから20年のあなたの未来を考えた時に、このまま20年ここにしちゃったらおかしなわけで、その時に自家組織の場合だと減りますよ。言ったら後戻りするみたいな。そうですか。だからその無理のない形になろうとしていくから、お花の手術でいくと世界中でもそうなんだけど、軟骨の話ばっかりしてて、軟部組織って言っても柔らかい組織の話はあまりされてなくて、実はその花の手術でより重要なのは軟部組織の方が重要で、軟骨を足すっていうのは大工さんみたいにいろんな材料を取ってきたら何ぼでも作れるんですけど、上にかぶってる軟部組織がそれを受け入れない状態だと、どんなものを使ってもやっぱり減っていくし、トラブルを起こす。ということは、一番最初の段階でその人の鼻の皮が受け入れる指のサイズっていうのを見抜いて作ってあげないといけなくて、そこがそのある程度経験がないと、もしくは謙虚に患者さんをずっと見続けてないとわからない話。その後戻りってよく言葉で皆さん言うんだけど、それは後戻りをしてるんじゃなくて、皮膚は心地いい状態に戻ろうとしてるんだけど、それまで負担をかけすぎてるっていうのが真実で、人間って実際そうだよね。無理かけたらなんとか体を治そうとして頑張ってくれてんだけど、形で言うと頑張らん方が綺麗やから、例えばね、減ったからまた足しますみたいな感じで言うと、せっかくこんな減らしたのにみたいなっていうところに、また足してまた皮膚引っ張られてみたいな、ここが高くてこうなってるの、こっちを減らしてこっちを高くしましょう。だから足し算と引き算を上手にバランスして、皮膚の方にそんなにストレスをかけないようにっていう風にしてあげる。そうするとなかなか希望に沿えないこともあるんですよ ね、 そうですね。だからそこはその患者さんとの話でどこまで協力しますか。他の先生と全く意見が違うと思うんですけど、やっぱりここを足してあげるとか。全然大丈夫。全然綺麗じゃん。人間の顔を認識するっていうのは、パーツ全体を足したら顔になるんじゃないんですよ。顔全体っていうのは全体で初めて顔なんですね。で、例えばこう並べるやつあるじゃん、あれパーツ全部あって並べ方で全然違う顔に見えちゃうんでしょ。パーツ一個一個はちゃんとした形を作ってたの。僕らのホモサピエンスがこの社会性を形成する間に獲得された能力で、一瞬でその顔を違う人と認識する能力が高いんですよ。雲が顔に見えたり、コンセントが顔に見えたりみたいなことがあるように、人間の顔を見るときでは、なんかこのパーツだけとかそんな話じゃなくて、顔全体として見たときにどういう風に見えるのって話。
僕が君の顔で気になるところは、会話をしてる時にやっぱり目がこう座るの、食い込みが深くなってるから、でこの瞳孔中心がこう下がってくる。多分普段はちゃんと鏡見る時は開いてるんだけど、そういうところの印象ぐらいかな。だからその逆に言うと、このパーツだけピックアップして、この形がこの形がって言ってる人たちがやっぱ沼りやすいのは、やっぱり全体が見えないまま進んでいくので、言われた通りにもちろんやるんだけど、ところがなんか本人満足しない。私もでもそうでした。ここが気になる、ここが気になる、ここが気になるってずっとやって、結果、全部気になる。で、もともとと違うじゃん、違うよ。いや最初からそれはだから想定をしてなかった。まああなたの場合だからいろいろお直しもしながらやるけど、まあ、上手に何着陸をしはった。何着陸、うん、今はだから美容整形ちゃんとしてこう生きてるっていうのが、まあ、一つのスタイルだからこれはね、うん、あとはここが気になる。なんか左右が違うんですよ。どんなに言ったら心臓左にしかない。涙袋でごまかすかな。ちゃんとやろうと思うと、この辺の7パッドとかを入れて、少しこの血管の透け感を回すとか、神経の厚みを作るみたいなのもあるけど、妻を取っても治らない、これは黒熊っていうその影の熊とかではなくて、透けてしまってる熊、青熊ってやつなんで。はい、その目のこの動きはどうやったら治るんですか？どんな時も二重を治さないと治らない。私もともと二重の幅の広さとか食い込みが結構気になって、先生に相談したんですけど、やりたくないって言ってて。そうですね、今の段階ですぐにやる必要はないけど、多分近い将来眼瞼活性が悪くなると思う、でその時に直す選択肢があればいいんじゃないかなと思うけど、たださっきお話したように食い込みが深いっていうのは逆に言うと安定をしてるんで、ね、単位のこの皮膚っていう意味で言うと、でそういうのを直すってなると、やっぱこのより自然な形にしないと治らないから、これはやっぱかなり頑張って今目開けてるはずで、本来はそんなに引っ張らなくていいものをずっと引っ張っちゃってるから、露出する機会が減るようになればより自然な形を多分求め、楽な方をね求めるから、まあその時でいいんじゃない。山口先生の見解としては特にしなくていいってことですか？うん、まあなんか僕はむしろ心配してるけど、こけちゃうんじゃないかなと思う。ああそうなんですか。その自分でも多分気づいてないけど、病的をどんどん出てるのね、多分まばたきをする瞬間だから自分で見れなくて、うん、見せたのか、うん、顔がこけるってことですか？こけるってそういうのやめて、変な顔になるってこと。目つぶってて、はい、目開けてパチパチ、今はまばたきだけしたつもりでしょ、ペタンティ。一緒に動いてる。そうです。まあもちろん手術する前から持ってた可能性はあるけど、ただ左右差があるので気になっちゃうよね。そういう知らないうちに小さな問題を蓄積していって、こけてしまわないのかなっていう心配になっちゃうから。だから本当に困ってる問題があれば直せばいいと思うけど、顔が壊れちゃうってこと。実際に壊れてみるとなかなかしんどいよ。そうなんですかね。それが顔が不自然に見える要素なんですね。自分で気づかないような不自然さが蓄積していくやん。なんか自分も他人もどこがっていうと、ここがっていうのを明確に言えないですよ。分からない。だからさっき言ったように全体で見てるから、人が、僕らはプロだから、これが原因だよねとか、ここが悪いよねっていうのを分析的な見方をするけど、逆に言うと他人のそういうふうな瞬間的な認知を変えるっていうのが美容外科医としての真髄で、患者さんたち自身がそれを完全に理解するのってやっぱり難しくて、中を見てないから、でそうすると不自然さっていうのが蓄積していく中で、なんか変やねんけど、なんかおかしいないみたいなのが溜まってった時に、不自然っていうレッテルが突然発生するとかね。お医者さんたちもこういう理論を学ぶ場がないんだよね。だから美容外科医として仕事してる人たちも、実はその顔面っていうものがどういう意味があって、どういう風な認知の中で生まれてきて、だからどう見せてあげるべきなのかっていうのを自分から学び取っていかなければないんだよ。学校の授業でも教わらないし、ルボーとかも大体本当にやる人3割以下じゃない。山口先生ね、全く予約が取れないって。うん、取れないのはだからみんな確認したいんだよ、俺ならなんて言うのか、その俺で手術をしたいかっていうよりも、意見をすごくはっきりと明確に言う先生って私の中で多分3人ぐらいしかいなくて、その中で山口先生がその1人だから確認したいという気持ちはすごい大きい気がします。うん、その3人が全員違う意見だから、聞いてみてはお前実際何も出ないんですけど。はい、ありがとうございます。はい、面白かったです。何も提案してませんけど。なんか美容外科医っていうか、なんかまた違う、うん、お医者さん、普通のお医者さん、お医者さんですね。そう、自分の家族がもし来たら言うのと同じことを言ってる感じ。それでもすごいいろんなクリニックいいと思います。家族に言うことと患者さんに言うこと絶対違うんだろうなっていうのは。絶対違うじゃん。絶対違う、そんなの勧めるわけないでしょって思う。絶対やらんことやっとるもん。以上です。で、さよなら。